今が12時、お水もほとんど飲まずで、こういう岩山をずっと歩いてます。でまあちょろちょろなんですけど、大型がまだ出ないですね。朝一にね2チャンスぐらいあったんやけど、でもフックアップ線買って、でまあいわゆるルアーの横に出たっていうやつですね。それはメーターぐらいあったらしいけど、まだ60センチぐらいまでしか釣れてません。でまあ今からちょっと中だるみの時間やけど、まあせっかくオーストラリアまで来てるんで諦めず、英二君もくたくたやけど頑張ります。にしてもね楽しい、なんかもうサバイバルっていう感じです。道具の究極のテストができてると思います。そうなんですよ。これ気候とかで、本当道具がここがこうだったらいいのにっていうのがどんどん見えてくるわけですよね。それをものづくりに生かしてるんで、来ましたね。着水してすぐぐらいですね。いや、巻いてたんですか？巻いてましたね。これが本当メーターぐらいのが、まあ5日間、最初5日間で、ワンチャンスかツーチャンスあると思うよっていう言われてるレベルだったんで、まあ1匹2匹釣れたらいいかなとは思ってたんですけど、That one more down near those rocks. Yeah. Good. Ah, このシーンですよ。お。あ。今日一。これ見えますかね。結構でかいのが。60ぐらいので、その下見えますか。でかいのに2匹。Oh look look look! Big fish under him! Big fish under him! Yeah. Look. Yeah. Look at him. Look at the big one. Wow. Oh, two of them. Yeah. Another one. Holy, what the hell? Change this fish. でかい。でかいのに2匹で。でかいのに食わしたんですよ、横取りさせたんですよ。これは偶然と思うかもしれんけど、わざとさせました。小さい最初の魚が加えてるルアーを下からでっかいのが狙ってきたってことですか？そうです、横取りするんですね、習性として。魚今日一。Oh look, look, look! Big fish under him! Big fish under him! Yeah. Look. Yeah. Look at him. Look at the big one. Wow. Oh, two of them. Yeah. Oh, another one. Oh look, look, look! Big fish under him! Big fish under him! Yeah. Look. Yeah. Look at him. Look at the big one. Wow. Oh, two of them. Yeah. Oh, another one. Holy, what the hell? Change this fish. でかい。バリでかい。だいぶでかい。ああ、でかい。いやでも下で見えてたやつって結構でかかったです。そうなんですよ。初日に早くもこれでメーターオーバーと出会うんですよ。音の出るルアーじゃないの？この時に、確信したルアーがあったんですね。へー。うわー。うん。危ない。すげえ。怖え。He's gonna be a native fish. Yeah, quality fish. Ah. 20キロオーバーです。よー、いや太ってますね。うん。これで20キロメーターちょいちょいメーター10ぐらいで20キロオーバーで、年がね35歳。へえ。成長が遅いんです、この魚。あー、そうか、なおさら大事に扱いますね。そうだから写真撮る時も早く撮って早く逃がそうって言って、もうせかされてせかされて。なるほど。でもうちゃんと蘇生して逃がす。でこのルアーが、友達が作ってくれたルアーなんですけど、もうドラマをいろいろこのルアーで全てのこのオーストラリア長考のパターンが見えたっていうルアーです。僕がよく言う分かったっていう時のルアー。ちょっと足震えたよ。あんなでかいんが来るとは。45ポンドらしいです。長さは顔で測ってるのが後で聞いたがメーターオーバー。いやー、ビビった。魚汁が心地いいわ。もうね、数釣りはもうええかなと思うよ。うわ、ルアーはキョロキョロちゃん、友達の永井さんがね作ってくれて、今回オーストラリア行くって言ったらオリジナルから作ってくれたやつです。もうほとんどこれで釣ってるけど、他のルアーとね明らかに違うんですよ、食い方が。いやー、永井さんも喜ぶやろうね、これは。あれことがどんだけ難しいか。映らんかな。あ、映った横についてきてる。あ、でかいでかい。あんなくっついてきて、ガバンっていきなりやるんで、そのやっぱりね口元を狙ってるんですよ。ああ、今やってる。ああ、ビッグワン言ってる。これ横取り40万兆砲っていうんですかね。すごい。この後もね、いろいろドラマや事件があると思いますので、まあ実際あったんですけど、気になると思いますが、もう少しお待ちください。次回です。